カオチュムトーン駅は、太陽国南部、ナコーンシータンマラート県ロンピブーン群にある、大国有鉄道南本線の駅である。カオチュムトーン駅は、太陽国南部、ナコーンシータンマラート県の人口8万4千人が、暮らす、ロンピブーン群にある。当駅は、大国鉄南本線とその支線である、ナコーンシータンマラート支線の分岐駅である。 二等駅であるが一部の急行列車が停車する。1日に14本の列車が発着しその内訳は、寝台急行1往復、寝台快速2往復、普通4往復である。当駅に到着する、万国発の列車はすべてクルンテープ駅発であり、その乗車距離は 797.06km であり、急行列車利用で13時間45分程度である。 南本線が順調に延伸を続けている、1914年10月1日に開業した。同日、ナコオンシータンマラート線も開業しているため、開業時から分岐駅であった。これより、約2年後の1916年9月1日に、バンコクより、南本線を経由して、東駅まで接続された。式び、島式一面の複合型ホーム二面二線を持つ。 地上駅であり、駅舎はホームに面している。民間以外何もない。柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史、P29 柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史 P31 ありがとうございます。